皆さんこんにちは。スポーツオーソリティ幕張新都心店の小朝です。今日はですね、おすすめのデイレジャー商品ご紹介したいんですけれども、その前に実はですね、スポーツオーソリティ幕張新都心店ではですね、ちょっと売り場を新しくリニューアルしました。まあもともとこちらソロコーナーとして活躍してた売り場なんですけれども、ここをですね、公園デイレジャーっていうのをちょっと売り場を拡大しようっていうようなところで、公園デイレジャー商品がずらーっと並びました。でもちろんソロコーナーもちょっとまあこちらの壁面にはあるんですけれども、ただ公園デイレジャー売り場が拡大しましたので、ちょっとそのご紹介も兼ねてなんですけれども、すべて5000円以内で買えるおすすめの公園デイレジャー商品、これをですねちょっとご紹介させていただきたいなと思います。ではですね、まずこちらシェードコーナーにやってきたんですけれども、ずらーっと並んでるこちらがポップアップのサンシェードになります。で、こちらに並んでるのが四つ足タープですねのコーナーがこちらにございます。各種取り揃えてまして、一応ここにあるのが、ロボスのQトップのサンシェードであったりとか、コールマンのスクリーン IG ですね。すごく人気商品がここに並んでます。骨組みのシェードになりますね。こちらのコーナーから今日は5000円以内で収めるというようなところがありますので、こちらご紹介させていただきます。アルパインデザインのポップアップサンシェードになります。でアルパインデザインなんですけれども、こちら普通のタイプとブラックコーティングですね、中が真っ黒になっていて遮光率が非常に高いタイプも、あるんですけれども、5000円以内で収めるというようなところがありますので、今日はこちらをご紹介させていただきます。ポップアップサンシェードなんで、袋から出して手を離すとボンと広がって、設営は10秒でできますよっていうような形のサンシェードになります。それの当社のオリジナルブランドで出しているサンシェードになりますね。はい、こちらがまず1つ目になります。はい、では2つ目ですね。レジャーシートのコーナーがこちらにありまして、その中からですね、非常におすすめで現に一番売れている商品ですね、こちらコールマンのピクニックマットになります。特徴は、レジャーシートでこういうふうに丸く丸めてしまうことができるので、こんだけ小さくなるのですごく場所を取らずに済むというようなところと、こちらのサイズが、こういうコールマンの人気商品ですねのシェードとサイズがぴったり合うので、やっぱり使い勝手がすごくいいなっていうようなところでおすすめです。こちらです。ちなみにこちらがアウトドアで使えるカートですねが、並んだコーナーになります。でこちらですね、ソフトクーラー、おすすめのソフトクーラーをちょっと厳選してここで展示してるんですけれども、その中から今日はおすすめなものとしまして、コールマンのこちらデイリークーラートートですね。いわゆるソフトクーラーで15リットル入りますので、コンビニとかで買うペットボトルとかを冷ましておくのにちょうどいいぐらいのサイズになるかなと思います。で小さなポッケもここに実はついてますので、収納もそれなりにあるというようなところですね。でやっぱりクーラーバッグといったらこちらですね、保冷剤はロゴスの氷点下パックがやっぱりおすすめになります。徐々に売れ始めてきてて、マックスのシーズンになってくるともしかしたら品切れを起こしてしまうかもしれないぐらい、もう本当にそれぐらい人気商品ですので、クーラーボックスを買ったらこれも買うって一緒にセットで考えていただければいいのかなと思います。こちらが新しくできました釣り具のコーナーをここで作ってますので、釣りとかもし興味がある方、あとはキャンプ行って何しようって、キャンプ行ったその先ですねは、こちらちょっと釣りとか考えていただくといいかもしれないですね。これからもしかしたらサップとか別のアウトドアアクティビティをここで展開していく予定もありますので、今年はですねキャンプに行って何をするのか、
そのキャンプに行った先で何をするのかっていうところを我々からですねどん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 発信していけたらなと思いますので、ここのコーナーはちょっとぜひ必見で随時チェックしていただければいいのかなと思います、はい、こちらに、まあ、チェアとテーブルが並んでます。本当にピクニックとかデイレジャーで使えるような小さなものになるんですけれども、ここから選ぶとしたらロゴスのですねハードマイテーブルっていうものになります。これ写真ですごく分かりやすいかなと思うんですけれども、こう重ねることができます。で縁っこがありますので、テーブルがずれて落ちるっていうこともないですし、まあ、こういうふうに重ねることで2段で使えるっていう良さがあります。で、しかもこれぐらい薄く収まりますので持ち運びもすごく楽ですし場所を取らないっていうようなところですね。天板に関してはスチールでできてますので丈夫ですし、まあ、錆びづらいっていうようなところもあって、飲み物こぼしても、まあ、ある程度は錆びづらくできてますので長いこと使えるのかなと思います。で、まあ結構ハードに使用してもある程度は耐えてくれるっていうような良さもありますので、まあ、こちら結構おすすめになりますね。こちらです。ではですね最後こちらバーベキューコーナーを今回新しく設置しました。いわゆるバーベキューって言われて皆さんが想像するようなバーベキューコンロがここに並んでます。でこちらですねウェーバーの売り場、まあ、今まではレジの横にですねコーナーが常設してあったんですけれども、今回から新しくここに移動してきました。ウェーバーの売り場がここに常設してます。気になる方はぜひ幕張新都心店に遊びに来ていただければ、ずっとここで展開してますので実際に見て触っていただければなと思います。でバーベキューですね、こちらから、まあ、一つそうですねおすすめとしてはこちらいきますか。じゃん、ウェーバーの着火剤になりますね。でこちらオーガニック素材でできた着火剤になりますので自然にすごく優しいっていうのが、まあ、まずおすすめポイントの一つです。で、オーガニック素材でできた着火剤っていうのは実はこれ以外にもあります。ただ意外とそういう着火剤って意外と火がつきにくかったりするんですけれども、これに関しては本当にすぐ火がつきます。実はこの冬にですねクリスマスのイベントをイオンモールの方でちょっとやりまして、その時にですね焚き火をちょっとやったんですけれども、そこで使用した着火剤でもあるんですけれども本当にすぐに火がつきます。で普通のファミリーサイズの焚き火台だったらこのブロックをですねだいたい3個ぐらい使ってあげて、でもうすぐ本当に火がつくの で薪を置けばそれでもう焚き火が始まるっていうような流れで、もう本当にすぐ火がつくので、ぜひこれちょっと一回ですねまだ試したことがないよっていう方はぜひ試してみてほしいです。さすがバーベキューのメーカーウェーバーですねが作ってる着火剤だなっていうぐらい火付きにすごく特化した、でしかもオーガニック自然に優しいというようなところで、もうすごくおすすめですので、こちらぜひちょっとチェックしていただきたいなと思います。でまあついでにというかなんですけれども、まあ、ウェーバーつながりでウェーバーのこちら炭ですね、こちらもぜひちょっと一回試してみるのは全然ありなのかなと思います。普通の炭よりちょっと丸っこく作ってあるんですけれども、これもすごく火付きがよくって、まあなかなか炭に火が移らないっていうような煩わしさを少し解消できるかなと思いますの で結構の量もありますし、袋をチャックで閉められるっていうかなり優秀なものがありますの でしかもこの袋自体は、ウォータープルーフですね、防水になってますのでこれかなり優秀ですね。でしかもお値段もそこまで高くないというようなところで、まあウェーバーの着火剤と炭このセットぜひちょっと試してみていただく価値はあるんじゃないかなと思います。では今日はですね、新しくできたデイレジャーコーナーのご紹介と5000円以内で収まるおすすめのデイレジャー商品
をご紹介させていただきました。まあ、これからですね、まあ、だんだんともう春になってきて暖かい季節を迎えるにあたって、まさにバーベキューとか、あとは公園でレジャー、あとは海で、まあ、海水浴に行った時に使うシェードとかっていうのがすごく、まあ気になるシーズンになってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひ新しく生まれ変わった幕張新都心店遊びに来ていただけたらなと思います。ではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。When you run out of luck, need to get unstuck, so go off. When you rub against the wall and you cannot fall, so go off.